中村、山川、渡辺で団子三兄弟じゃないんでしょうけど、若い人のこの中で若林が一番レギュラーに近いのかな。今度は渡辺 GM くらい出ていただいて、その内容を突き詰めたいけど。石毛ひろみし TV、 はい、こんにちは、よろしくお願いします。さて、今回はですね、今年のドラフトを振り返ろうというところで、はいはいはい、まあ、ドラフト前、前日ですよね、うん、ちょっとお話をしまして、はい、当日はオンラインでのね、トークイベントも行われて、はい、というところだったんですが、まあ、ピッチャーが、まあ、取るべきではないかという、ね、うん、お話がありましたけれども、うん、振り返ると西武はまず、早稲田の早川投手、行きましたね、入社、はい、まあ、強豪 でした、ね、というところで、はい、これは当たり前ですよね、うん、誰もがそうだよねっていう、はい、うん、はい、名前でしたね、はい、まあ、残念ながら、まあ、引けなかったというところなんですが、はい、で外れ1位で、渡辺健人、えですよね、はいですね、見ててなんでってなんでってなりました。あ、そうですか、はい、他にピッチャーいたでしょうみたいな、あ、はい、野手に行っちゃったんだっていうところですか、ね、あ、だって、まあ、打つ方はしっかりしてたしライオンズは、はい、でどう見ても投手力が弱いよねみたいな、うん、で昨年ドラフトでまあまあピッチャー取って、はい、そうですね、昨年が5人5人ピッチャー、ね、はいはい、結構即戦力のピッチャーね、1位に社会人のピッチャー取ってましたもんね、はい、でそれ今年登板させましたけど、うん、まあ浜谷がちょっと勝ったりして計算立つのかなと思いましたけど、でこの昨年の取った新人が今年投げてまあまあ使えるメドが立った、そういう判断をしたんでしょうかね、うん、はい、もう一つ、はい、その渡辺内野手を取りましたんですけど、はい、横浜桐蔭、はい、桐蔭横浜桐蔭大学、うん、はい、大学ですよね、はい、でぽっちゃり系ですよね、あの体重112キロ、うん、ぽっちゃりじゃないね、太めだよね、中村選手、山川選手よりも、まあ、大きい選手ですね、はい、でね、これ実際、はい、あのドラフト終わった後ね、担当スカウト、はい、竹下って言います、はい、これ駒澤大学の僕の後輩なんです。あ、そうですか。今年竹下はね、はい、4人くらい彼のスカウトのなんかで取ってんですよ、はい、でなんでだって聞いたら、いや、中村も、はい、もうだいぶ30後半になってきましたし、うん、でそれよりもまだ中村が元気なうちに、はい、中村、山川、渡辺で団子三兄弟じゃないんでしょうけど、うん、ちょっとそういった太め三兄弟って失礼ですけど、うん、そういう形で売り出そうかなと思ってますと。そうですか、売り出せんのか、うん、って聞いたんですよね、うんうんうん、はい、でもまあ、 そういう逸材ではあると、うん、うん、だから多分渡辺を指名するなんていうのは本当、まあ西武かもしくはそのパシックリーグ、うん、はい、セントラルリーグがまず指名できるようなタイプじゃないですよね、まあ、DH がありますからね、とりあえず、まあ、多少こう年齢とともに衰えた中村の後釜としての、うん、こうことを考えているんでしょうね、で結構ね当たれば飛ぶらしいんですよ、はい、この間もなんか大学の最後の方のリーグ戦の中で一回ホームラン打ってたみたいな、はい、それを塩崎 GM が見てたみたいなね、そうなのかなと思っていますけどね、うん、だからまあ、なんつうんでしょう、ピッチャー昨年多く取った、はい、そのピッチャーが、まあ、今年の、まあ、内容を見るとまあまあいけそうなのかなという気がした、はい、で代わりに、中村が多少こう衰えてきているそこら辺、まあ多分どっちに行こうか悩んだんでしょうね、とりあえず早川だろうって、ダメだったらじゃあ中村の後釜っていうところな、うんうんうん、そういう計算があったんでしょうね、でも相対的にはピッチャー弱いと思ってたけど指名少なかったですよね。そうですね、うん、2位の、佐々木健投手、うん、はいはい、NTT 東日本ですが、はい、力のあるストレート、うん、まあ、即戦力左腕
だという、はいはいはい、まあ、評価ですね、うんうん、この辺がやっぱ西武ライオンズのいいところで、はい、何でしょう、将来性を見込んでのピッチャー取らないんですよ。やっぱりその社会人、うん、はい、高校とか大学のもしかしたらんじゃなしに社会人野球でやっぱり実績があって場数を踏んだ選手を取っていくわけですね。この辺はまあ多少抜け目がないのかなと思いますね。はい、計算できるピッチャーを取ってるわけですね、うん、なるほど。で面白いのが、はい、4位の若林、はい、若林駒澤大学、私の後輩でございますが、秋のリーグ戦、はい、10試合かな、10試合で4本くらいのホームラン打ってんですよ、うん、で、まあ、このコロナ禍の中で春のリーグ戦ができなかった、はい、でキャプテンでもあるで、いろいろ、まあ、吸ったものがあったんでしょうけど、葛藤がして自分の技術論をこう磨く気づくチャンスになって、やっぱりバッティングがポイントが前の方がいいということで、それに気がついて、はい、それでこう前に取ったらホームラン4本打てるようになったんですね、うん、でそれを見てた同じく先輩のスカウト竹下スカウトが、はいはい、最初ね辛口だったんですよ。竹下お前若林取ってやれや、はい、ダメですあんなまだまだ甘いですあんなのプロとおかしいみたいなこと言ってたんですよ、石毛さんとのやり取り、はい、もっと本当先輩厳しく言ってくださいよ僕にって俺に言ってたんですよ、うん、でもそんなことも頭にありながらたまにグラウンド行ってこう話をしてたんですけどね。で本人がこのコロナ禍の中でうまい時間を利用してちょっとこう気がついたところがあったんでしょう。でドラフト4位で持ってきました、はい、で西武ライオンズは、まあ、ベテランの栗山がレフトにいますけど、はい、また DH になっていくでしょう、で秋山翔吾が抜けた後金子、木村、川越、鈴木、愛と、いろんなその外野手の候補を使ったんですね。どこも一長一短あるんですね。一旦の方が短いかもわかんない、多いんですけどね。でその中で金子もなんか一皮向けてこねえな、木村ももうそろそろ32超えて結構年になってきちゃったな、川越相手もまだちょっと鈴木も若いけどちょっとどうかなというところで、まあ一応足がある、はい、肩遠投 120m 投げる力がある、一応長打力もあるということで、まあ右の若林っていうところにまあ判断したんでしょうね。僕は一番この中で若林が一番レギュラーに近いのかなと思ってますよ。竹下うまくやったなと思って、で散々人を利用してね、はい、こんなんじゃダメだけど石川さん言ってくださいよ言ってくださいよって人を利用して厳しく俺にね、はい、まあ指導とか教育させておいて持ってたんですよね、これはもう竹下には僕はやっぱりやりたいなと思いますけどね。入りました。うん、まあまあ、若林がちょっと期待できそうなライオンズの外野手としてね、はい、それは楽しみですね、ただね、はい、僕はあのライオンズ の,、はい、あのまあ、だいたいこうドラフトによってチーム事情を考えて戦力の補強をしていきますわね、はい、でこれは育成なのか即戦力なのか、そんな判断して毎年のドラフトをかけていくんですけどね。でその選手を選別するときに西武ライオンズのスカウトとしての見方っていうか一つのマニュアルみたいなのが僕はあるなと思ってるんですよ。でスカウトの方々と話はしたことないんですけど、はい、やはりスカウトの陣取る位置が違うんですよ。陣取る位置、あの例えば神宮球場行きますね、大型のスカウトはみんなネットルから見るんですよ、はいはい、で西武ライオンズのスカウトというのは三塁側に行ったりね、はい、ファースト側に行ったり、いろんな角度からその選手を見るわけですよ。動くんですか。はい、群れないんですね。やっぱりそのこれ根本利光さんのやっぱ教育なんでしょうかね、はい、他のスカウトと群れて見るなよみたいな。ただスカウトでこう2人か3人でこう同じ球団で行くんですけどね、はい、みんなバラバラに見るんですよ。そうなんですね、うん、例えば一人のピッチャーを見たときに、はい、ピッチャー出身のスカウトが見る、あ、これいいと思うけど、俺はいいと思うんだけど、じゃあキャッチャーの目線で見てくれるって言ってキャッチャーのスカウト連れていくわけですね。へで今度は次は対戦するバッターの野手のスカウトも連れていくわけですよ。なるほど。でこれどうみたいな、はい、そうやっていろんな方面からいろんな角度からいろんなその目線からこう見ていくんで、
そうするといやこれはこう思うよああ思うよっていう、まあ、吸ったものがあって、うんうん、ふるいにかけていってもですから、はい、そんなに西武ライオンズ その戦力補強というかスカウトの、はい、仕方というのは間違いないなという当たり外れがあんまり少ないんじゃなかろうかなという気がしますね。それはやっぱり西武の、まあ、育てるチームではありますけど、はい、その辺 そのバランスは育てる人間すぐ使う人間、はい、そういう見方はあるかなという。広島の場合もあるんで疲れその育てるという球団イメージがありますけど、はい、まあ高校生を連れてきて何年か下で一生懸命鍛えてそれで何年か後に一軍にっていうのがあるんですけど、その辺はこう西武は即戦力とか育成とかうまくバランスがあるのかなって気がしますね。でそういった価値観のある中での渡辺選手のドラフト1位だったんで、はい、と思ったけどまあそれもありか、うん、みたいな、おかわり君賛成ね、はい、ただ西武ライオンズも打線も浅村が抜けてからですね、で昨年は秋山が抜けてから、はい、だいぶ得点能力が落ちてきましたから、でそうすると山川に対するマークがきつくなったり、中村に対してもそうですね、はい、まあ、唯一その中で頑張ったのは栗山のベテランなんでしょうけどね、ちょっとこう打のチームというイメージがちょっと薄れてきてるのかなという、だから余計にそのピッチャーが大事になるかなと思ったんですけど、はい、そっちの方に行きましたね。まあ、これもね今度は渡辺 GM くらい出ていただいて、はい、将来を突き詰めたいけど、そうですね、渡辺さんの場合出てくれないだろうね。そうなんですか。球団の裏事情は言わないでしょう、まあ、GM ですものね。そうですね、塩崎はどうかな、まあそういう現場のね、現在の、はい、球団のあれは十字が出てこないと思いますけど、では、まあ、新戦力も含めてちょっと、来シーズンのライオンズに一声かけていただきましょうか。最後に、そうですね、はい、まあ外野手が決まってなかったんで、それこそ一山いくらみたいなことになってるんですね。昔よく言われたんですよ、果物行ってみろと、ね、下にはその一山いくらのみかんが並んでたりバナナが並んでたり、でちょっと行くとブドウがあったり、はい、で一番日向に飾ったのはマスクメロンだと、マスクメロンになるって僕ら言われたんですよ。で一山いくらでの温州みかんじゃないぞみたいな、で一山いくらの外野手の中から多分本当にこう大きなねこうネーブルとかオレンジとかなってくる、はい、そういう人間が出てこないかの話で、そういう面では若林がその一山いくらの外野手には刺激になっていくのかなって気がしますね。実際若林を指名されてから金子だとか木村がねちょっと頑張ったんですよ。おやばいライバルが入ってくるみたいな、でそういう競争意識を芽生えさせたっていう、はい、それはスカウトのある面で力かもわかりません。あとはそうだね、やっぱりピッチャーの奮起がやっぱりこう期待したいところですよね、でもまあ今井が計算できなくて田畑が試合が登録外れちゃって、で若い高橋コーナーが一本立ちそうで、まあ、今年ちょっと頑張ってくれましたけどね、もうちょい頑張ってほしいなとこもあるし、まだまだピッチャーに通しては食いしばくつくんですが、でも本当にこうなんだろうな、俺にとってはそうそういい材料ないのかなって気がするんですね、厳しい言い方すると、厳しいですね。じゃあ殿崎が、源田が、何割打ってんの今年みたいなね、2割を5分か6分ですよ、そんなに打ってないかな、山川もひどかったじゃないですか、打線は水物とは言うけど、まあ確かにその中で機動力もなかなか使えないところもあるしね、ピッチャーを抑えの増田頑張ってくれたけどもう一つ一つ年取っていくんでね、冷静に見ればどうなるのかなという、ちょっと懸念材料僕の中にはありますけどね、でもまあそれをまあ辻が監督が、
まあ、刺激を与えながらやってはくれるでしょうけど、うんうん、まあ、ライオンズのドラフト事情を考えれば、そういうふうに質問を受ければ、うん、それでいいのっていう感じはしないでもなかったですね、はい、うん、じゃあ、まあ、来シーズンそれをね、おっと言わせて、そうなんですよ、ね、だからその、はい、我々評論家とか大方の予想を裏切る、うん、いい方に裏切っていくというのは面白いんで、はい、うん、でしても、そこまで来たか、そうなったか、うんうんうん、やったなみたいな、はい、うん、そういう、ね、うん、賞賛の拍手をいただけるように、はい、セーブライオンズ来季頑張ってください、ね、期待しております、今年のドラフトを振り返りました、ご覧になっていただいてありがとうございます。お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら、俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。